人返しの法は、江戸時代の天保の改革において、江戸の人口を減少させ地方の農村部の人口を確保することを目的に発令された法。人返し令とも称される。松平定信が完成の改革において、この人返しの法と似た法令である、旧力農令を発令した。こちらは離村して、江戸に流れてきた地方の農民たちに、元の村々へ帰ることを勧め、 そのための旅費、食費を幕府が交付する、というものだった。しかし、この法令には強制力がなく、また、費用の交付も十分ではなかったため、ほとんど効果がなかった。江戸幕府第十一代将軍、徳川家成が、将軍職から退き、十二代将軍に、徳川家吉が就任する3年前に、老中、水野忠明の公認として、 水野忠国が新たな老中取座となった。彼は相次ぐ基金による物価の高騰、そして農村部での離村による生産力低下という内の危機と、五老人事件やフェートン号事件などに代表される外国船の接近という外の危機、つまり内有外観に対応するため改革を決意。しかし、徳川恵成は将軍職を退いた後も、 大御所として強い権力を振るっており、彼の長身も改革の道を阻んだ。この大御所時代に一度既存を強制することについて指紋がなされているが、法令の制定には至っていない。天保12年、大御所家成が死去すると、忠国は改革派の勢力を作り、相次いで家成の長身を粛清。東山影元や鳥居洋造といった人材を登用し、 天保の改革をスタートさせた。天保13年8月、田区には、町奉行に対し、強制的な既存を命じる政策について表議させたが、慣れ親しんだ江戸での生活から無理やり引き剥がして、既存させるのは現実的ではないと回答して、強制既存の政策に反対した。翌年の再表議においても、意見の大筋は同様で、既存を強制するよりもまずは、 人別改めを強化した方が良いとの回答があった。これを受けて、店舗14年、人返しの方が発令された。主な内容は、新規に在方の農民が江戸の人別町に入ることを禁止。出稼ぎなどで短期間江戸に居住する場合は、村役人で人の願書に必ず領主の応援がある免許状を必要として、これがないものには江戸で住居を貸す。 奉公させることを禁止、そしてまた出稼ぎの者のを江戸の人別帳に登録することも禁止とした。この人別改めの強化で江戸の人口増加を防ぐ狙いがあったが、その効果については疑問視されている。ABCDE、国史大辞典、947ページ、人返しの法の公、吉川博文館、小説日本史、研究、299ページ。 山川出版社、ありがとうございます。